スティーブン・エドワード・デラバーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、フォートノックス出身の元プロ野球選手、宇藤右ギウ2002年の MLB ドラフト43順目で、アナハイム・エンゼルスから指名を受けるも、この時は入団しなかった。2003年の MLB ドラフト29順目で、サンディエゴ・パドレスから指名を受け、プロ入り。当初は先発だったが、2007年に、 a 級レイクエルシノアストームに昇格したのを機に、リリーフに転向。a 級フォートウェインウィザーズに降格され、2008年5月23日に解雇された。2008年6月7日、独立リーグである、フロンティアリーグのフローレンスフリーダムに入団した。リリーフとして4試合に連投し、6月11日に退団した。直後の6月20日、独立リーグである、 カナディアンアメリカンリーグのブロックトンロックスに移籍。ここでは先発として起用され、11試合に先発して3勝3敗、防御率3.01の成績を記録。シーズン終了までプレーした。2009年も引き続きロックスでプレーリリーフに転向したが、右肘を骨折して退団した。2010年は野球から離れ、妻の勤務先である、 ケンタッキー州のエリザベスタウンで、右肘のリハビリをしながら、クラブ活動担当の非常勤講師として働いた。非常勤講師時代、速球の速度が戻っていることに気づいて、野球を再開することとなった。2011年4月30日、シアトルマリナーズと契約を結んだ。同年9月11日のカンザスシティロイヤルズ戦で、メジャーデビューを果たした。さらに、 9月14日のニューヨークヤンキース戦では延長12回を無失点に抑えその後チームがサヨナラ勝ちしたためメジャー初勝利を手にした2012年7月30日にエリック・テームズとのトレードでトロントブルージェイズに移籍した移籍後の8月13日のシカゴホワイトソックス戦20回から登板し1イニング4奪三振を記録なお延長戦でのこの記録は MLB 史上初の記録となった。2013年は開幕から安定した投球を続け、前半戦は38試合に登板し5勝1敗、防御率1.71を記録し、脱三振58はアメリカンリーグの救援投手の中でトップだった。この成績が認められ、オールスターの最後の一人のとして選出される。オールスターでは1、3回を投げ、 サンフランシスコジャイアンツのバスター・ポージーから三振を奪った。7月30日のオークランドアスレチックス戦では対戦した3人の打者からすべて三球三振を奪い、MLB 史上48人目、球団史上初の三者連続三球三振を達成。なお、1イニング4奪三振とイマキュレートイニングの両方を達成したのはデラバー含め4人しかいない。 8月4日、右肩の炎症により15日間の故障者リストに入り、9月1日に外れた。後半戦の成績は、17試合の登板で、防御率7.02であった。2014年6月17日、川崎宗則のメジャー昇格に伴い、マイナーオプションによって、 トリプル A 級バッファローに降格された。しかし、ブレッドセシルの故障者リスト入りによって6月19日にメジャーに再昇格した。6月24日に再びマイナーオプションによってトリプル A 級バッファローに降格された。以降はメジャー昇格せず、セプテンバーコールアップの拡張選手名簿からも外された。 この年は前半戦だけの出番に終わり、中継ぎで30試合に登板して、防御率4.91だった。2015年は31試合に登板し、防御率5.22を記録。2016年1月15日にブルージェイズと1年契約を結んだが、3月29日に自由契約となった。2016年4月2日にシンシナティレッズと、 マイナー契約を結び、参加のトリプル a 級、ルイビルバッツへ配属された。5月7日に、メジャー契約を結んで25人枠入りした。7試合に登板し8回、失点、自責点6、防御率6.75を記録。5月22日に、ディエフェ、5月24日に、トリプル a 級、ルイビルに降格となった。2016年6月25日に、 広島東洋カープとの契約が合意に達したことが発表された。12月2日に自由契約公示された。2017年1月13日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕後の4月24日、筋力増強剤の一種であるオスタリンの 陽性反応があったとして80試合の出場停止処分となった。なお、インディアンス参加では当番機会がないまま7月5日に自由契約となった。2018年1月4日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月20日に自由契約となった。2019年2月4日に カナダのラジオ番組アウタザ・パークの番組内で現役を引退する意向を示した。現在は地元で高校生に野球指導をしている。2013年までは平均球速93.9マイルパーアワーのフォーシームとスプリッター、スライダーを武器に三振を奪う投球スタイルだった。基本球種はフォーシームだがスプリッターやスライダーを 初級から投げる割合も比較的高めとなっている。球速は独立リーグ時代までは90マイルパーアワー前後だったが、右肘の骨折手術成功後にウェイトボールを使用したトレーニングに取り組んだ結果球速が増加。しかし2013年8月4日に右肩を痛めて故障者リスト入りして以降球速が低下したほか2014年からは リリースポイントが安定しなくなった。2015年までの2年間で予視給率5.40を記録。マイナーリーグ時代を通じて予視給率は4.50以上である。ありがとうございます。